ガリュー放送部のリズム&ビート。はい、今日もやってまいりました。やってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどうですか、うん、なんか寒いんですね。寒い。でもね、湿度は高いでしょ、うん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 、暑くも感じるんですよね。そうなんですよ。難しいところなんですけど、うんうん、ただね、お店に入ったらね、うん、そうクーラー効いてますね。ガンガン効いてましたよね。効きすぎですね。もうね、はい、毛布が欲しかったです。毛布欲しかったし、もうトイレ4回ぐらい行きました、ね。そうなんです。結構年ですからね、はい、僕たちも。はい。皆さんね、心の毛布をね、しっかり羽織って。うまいこと言いましたね、今。うまいかな。そして、そして、はい、記念すべき、はい、10回目を迎えました。ありがとうございます。イエイ。今日はもう10回記念ということでね、うん、スペシャルなテンションで、はい、参りますよ。参りたいと思います。毎回スペシャルです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ガリュー放送部のリズム&ビートは、うん、ガリューの音楽活動や日常生活の中で感じたことを皆さんとワイワイ語り合って地域を盛り上げていこうという番組になります。この番組はエコロジーをテーマに地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスと福山の音楽を全国へ、スタジオ E レベルの提供でお送りいたします。私がガリュー代表の竹内隆です。和太鼓打ってます。最近嬉しかったことは、おい、 CD がですね、だんだんできてきてるということですね。あ、いいですね。今日マスター CD が完成しました。完成しました、うん、ありがとうございます。そして私がドラムを担当してます、はい、大本俊介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近嬉しかったことは、はい、ラジオ聞いてますよ、うん、と言われたことです。いいですね、はい、いいですね。ガリューで大太鼓叩いてます、はい、竹内ひろきです、うん、最近嬉しかったことは、はい、親子丼を頼んだら抹茶プリンがついてきて、うん、来たことです。さっきやないか。なんて言ったら抹茶プリンがついてきたことです。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。さっきね、うん、某駅前のうどん屋さん行って、うんうん、行きました、うんうん、僕は抹茶プリン頼んだんですよ、うん、そしたらなんか来なかったんですよ。そう、はい、でひろきのあのお盆に ね抹茶プリンが来て、はい、なんか喜んでたんです。喜んでたあれみたいな。そうね、僕のです。僕のでした。違いました。はい、しゅんさん、声かけられるようになりましたか。あ、ですね、うん、まあ、はい、コンビニ寄りましてですね、うんうん、買い物してましたら、はい、いつもラジオ聞いてますよ、ガルさんですよねって言われまして、あ、はいって言って、はい、あ、いつも聞いてるんでよろしくお願いしますって言ってくれました。なんでよろしくお願いしますって言われました。お願いなので今日多分ね、はい、聞いてくれてると思うんですよ。ありがとうございます。頑張っております。はい、はい、嬉しいですね。はい、はい、嬉しいと言いましたら、はい、はい、この度蔦屋、うん、からガリューファーストシングル「天地ショーリミックス」の発売が決定しました。しました、やりました、しました。ありがとうございます、はい、うん、ありがとうございます。発売日は7月27日、うん、全国の蔦屋オンラインから予約ができます、はい、そして今回のファーストシングルを買っていただき、うん、ご応募いただきますと抽選で300名の方にガリュー CD-DVD発売記念シークレットライブにご招待させていただきます。ぜひね、いいな、買ってみようかなと思われる方は、うん、ご予約をお願いします。お願いします。もう全国どこでもね、蔦屋さんに行って、うん、レジのところで、はい、ガリューの CD 予約したいんですけど、はい、って言ったらね、もうレジでささっとね、はい、予約できるはずです。はい、現にね、私もできました。はい、でもね、最近はい、この紙みたいなのを持ってったらすぐ、うん、そうそう、予約券みたいなのあるよね。そうなんですよね。そうなんです。なんか、うん、はい、予約券もあるんで、ぜひぜひね、うん、行ってみてください。蔦屋さんに、はい、ぜひぜひお願いします。お願いします。はい、それでは、メールファックス募集のテーマを大発表お願いします。本日のテーマは、トゥルルル、ジャン、雨の日の過ごし方です。メールはアルファベットすべて小文字で、はい、gr@fm777.co.jp、うん、ファックスは 084-920-8765 ガリュー放送部のリズム&ビートまでお願いします。ガリューフェイスブックページでも受け付けておりますので、フェイスブックガリューで検索お願いします。お願いします。はい、はいはい、もう早速メールがたくさん来てます。ありがとうございます。はい、こんばんは、うん、こんばんは。三つ豆さんから来てます。先日は
静岡に来ていただいてありがとうございました。静岡から早速先週からウェブリスナーになりました。ありがとうございます。雨の日の過ごし方ということですが、うん、私は窓際からベランダ菜園の様子を眺めたりします。この春に始めたばかりですが、トマトやピーマンが成長していく姿を見るのは楽しいです、まあ、恵みの雨ですね。ガリューの皆さんは何か育てているものありますか、はい、育てるといえばこれは竹内さん。そうですね、はい、私ですね、はいはい、私はですね、あの果樹を、ね、果樹、はい、果樹園みたいなのをね趣味でやってるんですけど、はい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 、やっぱりね今、グミの実がなりまして、はいはい、だんだんとね今ブルーベリーの実が色づき始めてるかなという感じです、うん、でもね夏ぐらいかな、うん、食べられる。できるんですか、はい、うんうんうん、あと僕ね木の剪定が趣味なのでね、はいはい、育ててテルという感じで、うんうんうん、この木をね枝をどんどん切っていくんですけど、やっぱ枝は切った方がいいんですかね、はい、このね僕はねあのギリギリまで切るっていうのが好きなんですね。ストイックですね。やりますね、はい、なかなか。だから今度時間あったらねノコギリと剪定バサミを持って、はい、ちょっと山に入って、はい、見た木を全て剪定したいって。竹内さんいい顔してますよ。頑張ります。はい、はい、はい、いちご大好きさんから来てます。はい、雨の日の過ごし方はとりあえず家にいないです。大きな公共施設に行って水族館とか行って雨を忘れます。いいすね、うんうん、しゅんちゃんは髪の毛伸びたんですね。はい、とても似合ってますよ、はい。ありがとうございます。たかしさんとひろきさんは髪型変えないのですか？変わるの見てみたいです。うん、はい、なんかね結構変えてるんですか。そう変えてますしね、うん、かなり代表変えてますすいません、はい、ひろきさんは変わってますかね。いや僕変えてますよ。だって長さがちょっと変わったり、そう、うん、週に1回切ってるのに、うん、誰も言わない、そう切りましたよねみたいな来ないですよ ね、うん、ね、思い切ってね、うん、思い切って切ったりちょっと残してみたり、うん、そうそう遊ばせてみたりね、うん、遊ばせるんか。失恋したらやっぱ切るっていうのを聞いたんですよね。そうですよね、はい、リンスもしますからね。ああコンディションなんですね。これね、坊主頭でも洗顔で洗ってないんですよね、うん、いや洗顔で髪の毛洗う人見たことある？いやないかもしれんけど、ないぞ。でも普通だけシャンプーコンディショナー、コンディショナー、はい、はいはい、大事です。行きましょう、はい、ありがとうございます。ともか鈴鹿さんから来てます、はい、ありがとうございます。日曜日のふにふにでのアコースティックライブ、はい、すごく楽しかったです、はい、近くにいたお子さんが、うん、最初は音に驚いて耳を塞いでましたが、うんうんうん、1曲終わってたらすごく笑顔になって楽しんでいたのを見て、はい、ガリューってすごいなと思いました。質問もできてすごく贅沢な時間を過ごさせていただきました、うん、娘が立ち上がって大きな声でアンコールって叫んだ時に、はい、すぐにマネージャーさんが気づいてくれて一生懸命に呼んでくださったりしてすごく楽しかったです。また楽しみにしてます。はい、はい、ですね、ありがとうございます。センターの通路からあの上手に2席目の人が、ね、はい、うん、お子さんがね、お子さんで耳塞いで、うん、あ大丈夫かなって思ったんですけど、はい、楽しんでもらえてね、よかったですね。だいたい把握してますよ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、はい、それでは行きますか。はい、はい、それでは続いてのコーナー行きましょう。おいでよ町の有名人ビンゴ大躍進。地域で活躍する町の有名人をご招待してみんなでビンゴを大躍進させようというコーナーです。本日のゲストはミュージックファクトリーのレイさんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。お願いします。ね、もう素敵なお姉さんに、はい、いやいやいや、華やかになっていいですね。緊張しますね、はい、こっちが緊張します。それではまず自己紹介をお願いします。はい、ライブハウスミュージックファクトリーをやっていますレイと申します。ライブハウスをやっている傍ら、シンガーとしていろんなところで、うん、あの出させてもらっていたりとかしますんで、はい、知ってる方は知ってるかなと、はい、なるほど、知ってます。思います。そうですね、しゅんさんはもうね、はい、もう僕はですねめちゃめちゃ知ってるんじゃないですか。お世話になってまして、知りすぎてます。そうなんですよ。、はい、僕ですね、はい、レイさん の、はい、あのミュージックファクトリーでですね、はい、お世話になってましてですね、はい、受付やらせていただいたりですね、昔、はい、そうですそうです、駐車場係をですねやらさせていただいたりね、はい、してました。それはやってたというのはアルバイト、アルバイトですね、ですね、はい、わすごいですね。じゃあ それそんな昔からの、そうですね、もう結構昔ですね。でも全然変わらないですね。変わらない、変わらない、はい、当時変わらないのがいい。当時といったら、学生ですか、学生、高校生ですね。そうですね、高校生ですね。どんな高校生だったんですか、しゅんさんは。なんかもう
どうだろう、真面目というかストイックというか、常に一生懸命という感じでね、何イメージない、そうなんですか、そんな感じ、しゅんさんはよく覚えてますか。覚えて、まあ一生懸命だったんで、まあ覚え、まあがむしゃらでしたね、あの頃は本当に。もうね、福山でなんかアーティスト活動される方だったらね、もう誰もが知ってるミュージックファクトリーだと思うんだけど、はい、どうも、はい、しゅんさんちょっとライブさせていただいた時のエピソードとかなんかありますか。すか、はい、うん、思い出のライブみたいな。こう思い出のライブですか。うん、僕竹内ひろきですけど、初めてライブハウスに行ったのがミュージックファクトリーだったんですよ。なんと、本当です、はい。ありがとうございます。僕が前のバンドやってる時に、うんうん、そうそうそう、まだちょっとガリュウ始めたぐらいの頃にまだやってた、ね、なるほど、なるほど、うん、初めてだと思います、ね、うん、そう、ミュージックファクトリーが初という、嬉しいですね、はい、ね、頭を振ってましたよね、はい、あのなかなか慣れない首振りなんかして、まあ僕らのことは言えない、いやいやいや、なるほど、でもあの、はい、CD とかももちろん作られてて、その頃も撮影、ね、とか、はい、いろんなこと楽しくね、撮影、ね、うん、してても楽しいんですよ、しんくんは、はい、あ、そうなんですね、でもちょっとね、あの、まあ、あんまり音楽とか、ね、うん、音楽活動とかされてない方はまあ、ご存知ないことはないと思うんですけど、はい、行かれたことない人もおられるかもしれないですね、はい、はい、なんかどういうライブをするとか、なんかこうなんて言うんですか、特徴じゃないですけど、そうですね、はい、感じのところなんかなと、いろいろプロの方から地元の高校生や中学生まで出るような、はい、そういうライブハウス兼、音楽スクールがあるんですよ。あ、各そうなんですか、和太鼓はまだないんですけど、でも先週のマロさんがあの、はい、ドラムの先生と、あ、そうなんですか、はい、あと三味線を出てるんで、こう私一応習ってるんですよ、マロさんから。そうなんですね、何を習ってもらえるんですか。三味線じゃない。お、素晴らしいですね、聞いてみたいですね、聞いてみたいですね、やってますから、ね、はい、いつか一緒にできたらいいね。でもそういう、ね、ライブハウスだったらその、うん、なんすか、その街の、ね、音楽の発信基地みたいなイメージあるんですが、ね、福山の音楽シーンってどんな感じなんですかね。いろいろですね、あの昔に比べてジャンルが増えたので、あ、たくさんいろんなことをしている人が多くて、なるほど、それがリンクしてる、こう交わってるところが面白いと思うんですよ、私は。コラボレーションできてたりとか、そういうのからこう新しいことが生まれたりとかするんで、そのジャンルにこだわらず、はい、まあ、いろんなジャンルはいるんだけど、はい、なんかこうそういう場所ですよね、ライブハウスがあると、そう、対バンという形で出会えることができたりとかする、そうですね、イベントとかもそうですね、イベントに行って、うちなんか音響とかもさせてもらったりとかするんですけど、はい、その時にもう全く関係のないジャンルの人たちが出会ったりするっていう、そういうのがこう今こう熱いんじゃないかなって思います。なるほど、いいですね、あの僕たちガリュウもですね、こう全国ツアーとか結構回ってたりするんですが、やっぱり地元のね、あのバンドの方とかとの交流が今までなかったんですけど、ね、ちょっとね、最近そういうライブハウスとかもやらせていただく機会がありまして、はいはいはい、でそれでなんか一気にね、こう音楽仲間の輪が広がっていくんですよね、そうですね、すごいすごくいいことですよ ね、なくてはならないところだと思いますよね、はい、でも、はい、今お話聞いてたらですね、はい、あのレイさんも音楽活動されてるということなんですけど、やってます、はい、ちょっとそのあたりも、はい、ありがとうございます。いろいろやってるんですけど、はい、あの一番すごいのは20年間やってる女性コーラスグループがあって、はい、チョコレッツっていうやつなんですけど、はいはいはい、オールディーズとかをやってるんですけど、それが今年の夏でちょうど20周年、ミュージックファクトリーと一緒なんですけど、あ、そうなんですか、はい、うん、その他はまあ、はい、ジャズとか、はい、ソウルとかもやってます、はい、CD も、はい、何枚か出させてもらってます。そうなんですか、はい、その情報っていうのはあれですかね、そのホームページとかですか。ホームページとか、はい、Facebook の方では、はい、あの、ありますので。なるほど、こちらはミュージックファクトリーで検索して、ミュージックファクトリーで多分一番に上がってくると。あ、なるほど、はい、ぜひぜひね、チェックしていただけたらと思います、うん、僕もね、はい、チェックさせていただきます、はいはい、ではミュージックファクトリーさんでおすすめのイベントってありますかね、はい、近いんですけど来月の7月、はい、
10日です、はい、バウアウという日本のヘビーメタルとかロックの草分け的なバンドのギタリストの山本恭二さんとやってきます今年で2度目なんですけど、はい、去年も大人気で、はい、ライブ終わったらみんながそこら辺に貼ってあるポスターを剥がして持って帰るほどのもうびっくりするす、ね、バーゲンセールがあったんですけど本当にあのそのメタルとか その、うんはい、それに限らず、うんうん、アコースティックでもこう素晴らしい音色でライブされています。彼もあの、はい、あの YouTube とか検索されたものに本当にたくさん出てくるんで、うんうん、ぜひこういった機会に、はいはい、あの山本恭二さんを、ね、楽しみに来てほしいなと思いま す、ね、なんかミュージックファクトリーさんね、あの、うん、すごいビッグアーティストがなんか、ねはい、定期的に来られてそうですね、うんはい、素晴らしいですよね。ぜひぜひね皆さんもチェックしてみてください思います、うんはい、それではそろそろお友達をご紹介していただけますでしょうか。はい、私小学生の友達がいまして、はいはいはい、小学生ドラマーゆきちゃんという、すごい仲良し、しゅんさんご存知ですか。はい、お会いしたことはないですけど、うんはい、聞いたことありますよ。小学生でドラマーすごいですね、はいですかはい、3歳からドラマーをしていて、うんはい、もうだから何年ですかね、12歳11歳としてもみたいな、何年ですか、もう結構やってますね感じなんですけど、ちょっと僕たちも気合を入れて本当に可愛くて、あの今時の子じゃないぐらい昔の子のようにシャキッと、そうですか、それは楽しみですね、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後にビンゴ大躍進のための一言をお願いします。はい、私は大躍進いろいろ考えたんですけど、はいはい、夢と書いて無ですね。あ、いいですね、渋いですね、はい、渋いですね、はい、いろんな夢を持ってみんなが、うん、あのそのゆきちゃんもそうですけど、はいはい、将来こうなりたいとか、うんうんうん、いやそのもっと若い人じゃなくて、うん、年配の70代、はい、80代でも音楽されてる方とか、うんうんうん、いろんな芸術されてる方っていうのをこうみんな注目してもらって、うん、どっちも夢がありますよね、こう年を取っても、はい、その小学生でもっていう、はい、その夢だと思います、うんはい、素晴らしい、あもうガリューの、ね、原動力でもそうなんですよね、うん、はい、ね、みんなで、ね、一緒にぜひ頑張っていけたらと思います。ありがとうございます。本日の有名人はミュージックファクトリーのレイさんでした。ありがとうございました。ありがとうございまし た, いました。はい、それではガリューで北条をお聞きください。ガリューライブ情報です。6月18日土曜日クアンタムオブザシーズイベント、出演時間は15時と17時40分から、場所は五日市港、観覧無料です。無料です。舞台詳細はガリューホームページに掲載しております。はい、ではメールたくさん来てます。レモネードさんから、ありがとうございます、いつも楽しみにしてます、うん、ミニフニでの演奏聞きました、普段とは違 う皆さんでした、新鮮で素敵でした、台湾の曲も素晴らしかったです、よかった、アンコールまであってとても嬉しかったです、うん、さて私の雨の日の過ごし方ですか、はいはい、これでお庭の花や木が元気になるねと思いながらのんびりお茶でも飲むことです。あ、基本的に雨の日は外に出ませんが、可愛い傘を広げるならありかな、皆様これからも舞台楽しみにしてます。はい、はい、ありがとうございます。エイサー、エイサー大好きさんから来てます。はい、ありがとうございます。はい、テレビや DVD を見ながら横になってゴロゴロしてます、うん、はい、はい、あ、僕もですゴロゴロいいっすよね、ゴロゴロいいっすよ。はい、はい、ライトライトくんから来てます。あ、ありがとうございます。雨の日の過ごし方といえば、うん、理想は映画館で映画を見たいですが、なかなか行けませんですね。傘は嫌いなので、うん、濡れながら歩くのが大好きです。はい、はい、そういうことです、まあ、風邪をひかないように、ね、風邪ひいたら、はい、毛布を羽織ってください、もう心の毛布を、はい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 、太鼓大好きさんから来てます。はい、雨の日カタツムリを捕まえて遊び、うん、モスモスモス遊びモス、あ、間がちょっと消えてるから、ね、そうですね、
でもね、昔の言葉で言ったらね、はい、モスっていうモスですからね。ありますモス、はい、カタツムリもね書いてもらってすごくいい、はい、ありがとうございます。はい、おやつ大好きさんから来てます、はい、雨の日はてるてる坊主を作って、うん、雨が止むまで待ちます。それか、うん、トランプやオセロをやりますということですね。はい、もういつもね太鼓大好きさんとおやつ大好きさんはね、きっとね、はい、兄弟じゃないですかね。いつもありがとうございます。素敵な絵を、はいはいはい、という感じですか。はい、そうです。またまたね、あの、うん、今日もたくさんメールファックスいただきましたが、ありがとうございます。ぜひぜひね、うん、あのもうできる限り全部読ませていただけたと思うので、はい、一緒にお話ししましょう、しましょう、はい、はい、では次回のメールのテーマは父の日の贈り物です。はい、メールはアルファベットすべて小文字で、はい、gr@fm777.co.jp、うん、ファックスは 084-920-8765 ガリュー放送部のリズム&ビートまでお願いします。ガリュー Facebook ページでも受け付けておりますので、 Facebook でガリューと検索お願いします。はい、お願いします。はい、父の日の贈り物ということですよ。まあね、うん、母の日あっての父の日というのはね、それそうなんですが、うん、でも、はい、父の日もあります。そうなんですよ、はい、ありますよ。そうなんです、うん、はい、なのでね、まあ、うん、ちょっとしたものでもね、そうですね、ちょっとした何ですかね、うん、何でしょうね、靴下とかいいんじゃないですか。おお、いらん靴下あげたことがあるような気がしますね、はい、あ、素晴らしい。父の日はありますか。僕は何あげたかな、ネクタイとか。おお、いいね、いいね、はい、僕まあね、ちょっとねスーツを仕立ててあげたいなって思うんですけど、いつかいつかじゃあもう明日行ってください。明日早く行って、はい、すぐ行ってすぐ行きます。うん、はい、ということですが、はい、まあ、第10回目が、うん、10回目が、はい、もう、はい、後半に差し掛かってきました。どうですか、10回目慣れてきましたかね、ラジオ。いや、やっぱりですね、うん、やっぱ始まる前っていうのはやっぱりまだまだ緊張しますね、はい、ね、はい、そうですね、うん、でもね、やっぱり皆さんとね、うん、なんかこうワイワイとね、そうですね、楽しい時間を過ごせたらなという、うん、一心じゃないですか。そうですね、はい、溜めましたね。で一緒に楽しんでいただけたらと思います、はいはい、ガリューも、CD、DVD も、もう、そうなんですよ、もう間もなく、もう間もなくですよ、今日 CD のマスターが完成しました、うん、昨日ね、ジャケットが、うん、ジャケットってあの表紙の絵みたいなのがね、だいぶ完成してきました。なんとまだ見てない、はい、あ、そうなん、見てないよ、うん、まあ、完成してきました、はい、できましたよ、見せて僕にも、はい、じゃあまたね、じゃあ仕上がったらヒロキにも見せます、はい、ますんで、はいはい、まだまだあのご注目いただけたらと思います、はい、ガリュー放送部のリズム&ビート、この番組はエコロジーをテーマに地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスと福山の音楽を全国へ、スタジオ E レベルの提供でお送りいたしました。次回は来週6月13日のこの時間、月曜日の19時30分にお会いしましょう。ガリュー放送部のリズム&ビート、皆さんお疲れ様です。父の日は6月19日。